サウンド・オブ・サイレンスの話です。で、これは、サイモンとガーファンクル。サイモンとガーファンクルね。で、彼がは70年代かな？だって私知ってますよ。60年代、デビューしたのは60年代ですけどね。60年代か。ヒットしたのは70年代ぐらいですね。ニューヨークの、あの公演で、ね、セントラルパーク。コンサートやったじゃないですか。はいはい、あれは今でもね、有名ですよね。今でも、はい。いや、でね、ある時ね、急にね、いや、それは時々は聞いてんだけど、急にね、サウンド・オブ・サイレンスするのは気になったわけ。で、私ね、何でもさ、調べると徹底的に調べて、これしようなわけ。何が気になったんですか？そこで、まずカバー、カバー。カバー？いや、カバー曲って、だから他の歌手が歌うの。で、これをカバーしてる人はいっぱいいるわけよ。で、YouTube でサウンド・オブ・サイレンスカバーとして弾くと、ブワーッと出てくるわけ。で、片っ端から聞いたわけ。で、その中でね、引っかかったのがね、2グループというべきなんやけど、一つがね、ペントニックスかな。ああ、知ってる？何ですか？アカペラのグループ。アカペラのグループ。ペントニックスだっけ？ペントニックスだったかな？はい。いや、で、これがね、すごいのよね。で、いや、僕がね、知ったことは、それがすごい、まずね、説明すると、5人のグループね。で、アカペラっていうのは楽器を使わないのね。声だけね。で、この5人のグループは3人が、高校の同級生らしいのよね。この5人のグループは女性が1人だけであった男性なんや。で、もともとのコアのグループが3人らしくて、男性とが2人と女性が1人と。で、その後、5にするために、2人入れてるわけで、メンバーの入れ替えもあったらしいけど、今はずっと5人、途中で4人の時もあったけどと。で、聞いてみたら、ものすごいピュアなね、ハーモニー、ものすごい綺麗なハーモニーですよね。ということでね、それに凝ったというのが一つと、で、よく聞いてみるとね、極めて面白いと思ったのは、この5人のうちの4人は歌うんだけど、1人が、ビートボクシングっていうの、これ、知ってますよね。ボイパのことですか？ボイズパーカッションっていうのがあって。パーカッションね。要するに、声だけで打楽器の音を。で、だから、ものすごくうまいやけね。こういう分野っていうのがあるらしいよね。ビートボクシングっていう分野。それから、その人は足でもね、やって、下の、だから、僕ね、最初ね、小さなイヤホンで聞いてたらさ、これで聞いてたらね、分かんなかったんだけど、これで聞くとね、分かったんだけど、低音が出てるっていうことが。というわけで、それを徹底的に、聞いたんだけど、今度はね、ところが面白いのはね、そういう何か有名な曲があったときに、それのね、リアクションっていう YouTube がね、ものすごいあるね。ああ、あります、あります。それを聞いてどう思ったかというね。流しながらね。そう。で、これもね、ちゃちゃ入れていくやつね。プロがやってる、プロっていうのはね、ボイストレーナー、つまり歌の先生ね。がやってるのとか、あるいはね、歌手がやってるのとか、こういうのはね、非常に専門的なね、発声とか発音とかに非常にね、細かいことを言うわけ。でも一般の人は、でも本当ね、これ、リアクションっていうのを調べてみたら、PTX で、で、サウンド・オブ・サイレンスで、リアクションとして弾くと、もうね、何十と出てくるんだよ。で、またね、PTX のさ、その視聴数っていうのがさ、何十ミリオンとかね。我々ってえらい違い、何千ミリオン。比べないでください。へえ。あ、そうか。リアクションっていうのはもう一つの分野みたいになってるんですね。分野になってるのよ。
たまになんか僕の場合ギターでねそういうの見たことあるんですけど、誰かすごいギターうまい、まあ、西村健人さんっていうね、うん、僕すごい好きな人なんです。それが演奏してるはすごいんですけど、その動画をこう画面の一部に出して自分がこうそれをね見ながら解説するみたいなことをやってるのを見て、日本でもあるんですか？いや、それは外国の人です。日本人のギタリストに外国の人がコメントしてるっていう すごいなと思った。あ、でもそれはそこだけじゃなくっていろんな分野でやってるってことなんですね。うんうん、あんまり私よく見るのはあのあれですよ、日本の夏メロありますよね、うんうん、それを外国人が見てるという動画が多いね。あ、そうそう、外国人がね見てるって、結構ありますね。日本人向けですよ。日本語でか、日本語が喋れる外国人がやってるやつ。なるほど。いや、それがね、一種の文化なわけね。ね、外国の。そうなんですね。へえ。なんか今、ほら、日本の夏メロ流行ってるって話ですよね。あの、シティポップとか、なんかね、ちょっと昔の。80年代ぐらいの シティポップが。そうそうそう。が流行ってるらしいですね、すごく。うん、なんかそのパターンもあるんだっていうのは知ってましたけども。うんうん、はい、いやんでね、僕はね、そのペンタトニックスなんてさ、まあ、知らんかったんやけど、うん、また例の20代の女性に言うたら、うん、もうそんなもん10年もから前から知ってますよとか言って、で、このサウンドオブサイレンス知ってるかって言ったら知らんって。で、あのサイモンとガーファンクル知ってるかって言ったら知らんって。ああ、そうなんだ。いや、まあね、まあ、ね、時代20代だからそうかもしれんわなと。うーん、で僕はだからサイモンとガーファンクラ知ってるけどペンタトニックスは知らなかったと。でそのことやね、あの HF の Y さん言ったら、まあ彼は知ってたわけや。で、うん、もう一人ね、あのそのサウンドオブサイレンスで、あのそのカバーで有名なのがね、ディスターブドっていうの知ってる？うん、知らないです。知らないです。これアメリカのね、メタルのグループなんや。へえ、メタル。ああ。で、僕最初ね、あの、いや、ほんで4人のグループなんやけど、うん、で、まあ、で、歌うの1人ね、あのスキンヘッドのね、うん、おじさんのおじさんに。で、聞いてみたんやけど、最初はね、まあ、静かに歌うんだけど、うん、で、後半はね、いわゆるメタルからね、どなるんや。うん。いや、でも曲全然、曲と違いますよね、メタルとね。サウンドオブサイレンスって、うん、どのとこないような気がします、ね、いや、でも前半は静かに歌うんや、うん、で後半はどうなるんや。だからね、その、うん、その、リアクションで、うん、あの専門家の人がね、これはね、うん、解釈としてはちょっとおかしいんじゃないかって。でね、まず歌の解釈ですがね、群衆の中における孤独と、うん、というのがモチーフらしい。孤独がモチーフらしいね。うん、歌のね、基本的なね、うん。で、これがね、サイモンとガーファンクが、まあ、60年、70年なんだけど、今まさにね、これがあの適切あのだと。というのは、ね、多くの人がね、例えばスマホとかね、SNS で見ると、うん、これはね、人々とつながっているようでつながってないと。うん、だから、これはまさにね、リア充とバチャ充の議論なわけよ。つまりやね、あの、本当はリア充であるべきだと。うん、ね、で、人とはつながるべきだと。でもね、人々はね、全然ね、つながってないと。だから、スマホでつながってるのはまさにバチャ充でしょ。うんうんうん、いや、もちろんサイモンとガーファンクルはね、そういうことを言ってんじゃないよ。あの当然その頃にはなかったからね。だけど今って現在的にね、非常にこの歌が意味があるのはそういうことだっていうのを、その、評論家が語ってて、おお、なるほどなと思ったわけよ。だから、ね、この歌詞もね、なかなかね、まあ、歌詞は英語で覚えると思ってるんだけど、なかなか難しいけどね。でも、なかなか味わい深い、詩ではありますね。歌詞あんまり考えたことなかったですね。うん、歌詞はちょっとわかりますけども、意味をあんまり考えて歌うことはないような感じがします。あのビートルズの歌とかでもね、なんか英語で歌ったりしますけども、
歌詞あんまり考えずに歌ってる。でもどうなんですか、あのね、僕さ、日本のね、演歌も結構ね、聞くわけよ。ねえ。で、例えばね、例えばね、あの、石川さゆりの天城越えってあるじゃないですか。あれの歌詞なんかものすごく意味深なのね。あ、で、あれ、まあ他のいろんな、まあ、その、聞いてすぐは意味がわかる、意味が取れる歌もあるけど、うん、ね、そうじゃなくて、その、なんていうかな、頑畜のある歌詞ってあるわけじゃないですか。うん、で、あんまり歌詞聞かないことが多いですけどね、歌詞が聞いたとしてもね。いや、特にその演歌なんかね、まあね、あの歌とメロディーと歌詞が一体になってるわけよ。だからやっぱ僕は歌詞聞くよ。で日本語やったら歌詞がねすぐ耳に入るけど、英語はなかなか入らないじゃないですか。だからあの音、純粋に音だけで楽しんでるわけね。だからね、やっぱりね、重要な部分が欠けてると思う。ただこれがね、ドイツ語とかイタリア語の歌だったらさ、歌詞と言われてももうついていけないからね。でも英語やったらその気になればついていけるわけじゃないですか。あの、さだまさしとかがあれですね。これはまさに歌詞が。歌詞がすごい入ってきますね。言葉がね、日本語がすごく、すごいですよね。いや、だからね、僕ね、作曲家も大してもないけど、作詞家っていうのもね、いや結構大したもんだなと思うようになってきたんですよ。いや昔からなんか歌詞のフレーズとかがすごい大事で、その、うん、聞いてる人の心に入ってくる言葉みたいなのがかなりあるみたいですよね。そうそうそう、あの同調するんですよね、聞く人が歌詞にね、うんうん、それがすごい大事やと言われてますけども、うん、いやだから日本語ではそう言って歌詞が分かるんやけど、ね、英語でも話としては同じなんだから、うん、というわけで、まあ、これを聞いた皆さん、一、うん、回ね、あの、サウンド・オブ・サイレンスをペンタトニックスで聞いてみてくださいよ。うん、まあ、ものすごい綺麗なハーモニーだからね。うん、で、次にそれ の, あのリアクションをいっぱい聞いてみて、あ、それと今言った、あの、あれ、ね、ディスターブド。なんでディスターブドっていうかね、今のサウンド・オブ・サイレンスの歌詞の中に、ね、ディスターブドっていう言葉が一つポンと入ってくるんだよ。いや、そっから取ったんかどうか知りませんよ。だから題目自体がね、結構なんか哲学的な感じで、うんうん、ね、静かさの音っていうことですかね。うん、か音のないもののことの音のこと言ってて、そうそうそう、矛盾みたいな感じですよね。うん、縦と歩行みたいな、そもそも題目が、うん、だから矛盾なんですよ、自己矛盾な、うん、だから歌詞の中でも自己矛盾してる歌詞がいっぱい続くんですよ。これね、僕ね、印象的だったのは昔のことやけど、バリ島に行ったことがあるわけ、国際会議があって、でホテルに泊まってて、でレストラン、あの野外のレストランみたいなのがあってね、そこで食べてたら流しが来るわけ、まあ、インドネシア人のね、うん、でね、あの日本の、ね、歌歌いましょうかとか言うって言うわけよ、まあ、まあお金ね、うん、くれということやけど、で僕ね、ここまで来てね、インドネシア人に日本語の歌なんか歌ってほしくないよなって僕は思った。でね、でな、どんな歌えるって言って、まあなんか、ね、やってみます、ね、でサウンドオブサイレンスだって聞いたわけよ、うん、なアイルトライと言って、まあちゃんと歌いましたね。うん、ということで、まあ、非常に印象的に、はい、残ってるという話です。はい。いいですか？はい。はい。